おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。2023年にですね、僕はいくつか目標を立てたんです。で、その中の一つがですね、今年1年読書100冊というですね、目標を立てまして、今現在この11月10日現在ですけれどもね、僕は66冊、読みました。今日読んだ本がですね、これです。白洲二郎さんのですね、プリンシプルのない日本というですね、プリンシプルのない日本かなという本をですね、今日読んで66冊目でございます。プリンシプルというのはですね、原理原則という意味でございまして、この白洲二郎さんの本によるとですね、なんて書いてたかな、筋を通すとかそういう意味になるのかな。だから筋を通さない日本っていう感じのですね、意味合いで、結構挑発的なですねタイトルでございますけれども、はい、今年はいろんなジャンルの本をですね読んできました。100冊目標に立ててですね、今現在66冊ということは、12月まで順調に読んで80冊ぐらいかな、80冊ぐらい読めそうですけれどもね。どうですか皆さん、目標に達成できないじゃんバサラっていうふうに思うのか。いや、僕はですね、目標をですね、1月に100冊という目標を立てたからこそですね、こうやって、スケジュール帳にもですね、今日は何を読んだっていうふうにね、今までね、そういうことも書かなかったので、そうやってこうやって定期的にね、読んだりとかね、こうやってメモに、書くことができるようになったというのは、僕にとってはですね、2023年一つの進歩かなと思っております。はい、そんな感じで2023年も、年末がどんどんね、老けてますけどね、老けていきますけれどもね、今日山田バサラがお伝えしたい話題はですね、本日、この動画を投稿する11月11日はですね、僕の友人であります、そしてこの動画にもですね、先日出てくれたワオケイサオさんのラジオ番組がですね、11月をもちまして終了します。ということで、僕はですね、今日はですね、ワオケイサオさんのですね、ラジオ番組の、私自身はですね、最後の出演になるんですね。ワオケイサオさんね、毎週土曜日、FM ギノワンさんで、ウンネラ、ワカティヌーナイガ、もう一回言いますね、ウンネラ、ワカティヌーナイガっていうですね、ラジオ番組をですね、毎週土曜日、お昼の14時から15時の間、5年間続けてまいりましてですね、僕はそのうちのどのぐらいですかね、十数回ぐらい出演させていただきましたけれどもね、本当にお世話になりました。オープニングね、ワオケさんの番組のオープニングとね、そのエンディングにもですね採用していただいてですね、ゲストにもね何回も呼んでいただきました。で、僕はですね、このワオケさんのこのラジオ番組の思い出というとですね、第1回目のですね、ワオケイサオさんのその、ウンネラ、ワカティ、ヌーナイガ、沖縄の言葉で言うと、沖縄の、その、標準語に訳すとですね、そんなこと知ってどうなるんだって意味がですね、ウンネラ、ワカティ、ヌーナイガですけれどもね、第1回目、僕はですね、YouTube でですね、アーカイブで見た覚えがあるんですよね。僕のね、率直な第1回目の、ワオケさんのこの番組のですね、感想はですね、ワオケさん、僕が思っていたよりもですね、面白い番組になりそうだなって素直に思ったんですよ。というのは、ワオケさんね、僕も長い、その番組を始める前からね、付き合いがあったもんですから、僕がラジオ番組を持ってる時に、ゲストに出てくれたこともありますし、ね、一緒にね、ツアーに行く時にはですね、もう、離島にね、伊江島に行った時もね、お客さんとして一緒にですね、同行してくれ、そういう仲だったんですよね。その中で、バサラ、ラジオ番組始めるよ、FM ギノワンで始めるよっていう時に、YouTube でね、アーカイブで見た時にですね、なんかいい味出してるなと、なんかワオケさんのですね、そういうサブカルチャー、ね、サブカルネタ、ね、この沖縄のディープな、ね、裏街道、ね、表街道じゃなくて裏街道、ね、そういうネタをですね、喋ってるというのをですね、見てですね、これなんか面白いな、ね、リスナーもつきそうだなというのを思ったんですよね。そして実際に僕自身も、番組に出演させていただいた時に思ったのはですね、FM ギノワンさんのスタッフがね、とってもワオケさんを応援してるというか、温かい感じでね、見守ってくれているなっていうね、応援しているなっていう感じでございまして、
この FM ギノワンさんのこの空気にもですね、ワオケさんのラジオ番組合ってるなっていうふうに、思ったことを覚えてますね。そんな、ワオケイサオさんのですねラジオ番組が、まあ11月いっぱいで終了、そして僕自身はですね、まあできればですね、最終回にね出演したかったんですけれども、僕は、今月はまたツアー回りがありますので、ツアーで、僕は参加できないのでですね、ワオケイサオさんのラジオ番組の最終回には参加できないので、今日僕はですね、出演させていただきます。ですので皆さんですね、まあ、YouTube なんかでもライブ配信してると思いますので、ぜひですね今日の僕のこのね、サラバンジだよりの概要欄にですね FM ギノワンさんの URL をですね、貼り付けておきますので、今日14時からのですねウンネラ、ワカティヌーナイガ、そして山田バサラもゲスト出演しますので、ぜひですね、ご視聴いただいてなんかコメントなんかいただけたらですね嬉しいですね。そしてそうですね、おそらく僕の曲もですね、書けると思いますね、のでですね、そちらの方もお楽しみに、はい、ということでございまして、今日はですね、ワオケイサオさんのラジオ番組に出演しますよ。全国の皆さん、バサラファンの皆さん、沖縄が好きな皆さん、ワオケイサオさんのファンの皆さん、ぜひですね、ご視聴いただけたらと思います。そして、月曜日ね、11月13日は、那覇のアウトプットに僕出演しますので、そちらの方もですねぜひお待ちしております。そちらも概要欄にですね詳細載っけときます。予約お待ちしております。はい、ということで今日はウンネラ若手ヌーナイガに出ます。今日も一日サラバンチ。